せーの、チョコレートラビー。青色担当ポケカメンと、黄色担当カリちゃんと、ペンターとさくらくんと、ペンジロのフェニクルと、赤色担当マイタケと、紫色担当ゆうべくんです。せーの、チョコレートラビー。はい、ということで、チョコラに初ゲーム実況動画ということで、はい、今回は、はい、あの超人気ゲーム宇宙人のアモングアスをやっていこうと思います。イエーイ、ハローフォールガイズ。まあ、ということでこちらですね、はい、まあ、皆さんそれぞれ の担当カラーがあるんですけども、はい、はい、まあ、一応 見えるようにみんな動いてもろて、はい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 、ヒゲ生やしてるやついいんだけど。はい、ということで早速ね、アモングアースをやっていこうと思うんですけども、一応ルールを知らない人のためにね、説明していこうかなと思います。この6人のね、あのクルーたちがいます。まあ、僕らのことですね。この6人のクルーの中で、まあ、1人だけ、まあ、クルーじゃない人狼というね、あの人外がいます。チンポスターね、チンポスター。そう、インポスターっていう人がいます。はい、でその、まあ、6人いる中のクルーの人が、まあ、なんか1つミッションがあるんだけども、ミッションこなしつつ話し合いとかして、1人のインポスターを見つけて、釣るか、もしくはインポスターの人がクルーを全員食べ尽くすかということで、まあ、やるゲームですね。はい、はい、まあ、今の説明で分からなかった方は調べてください、 Google で。じゃあ早速、はい、ゲームの方やっていきましょう。ショーお願いします。お願いします。まあね、まあ、ちょっと動画の人のためにもう一回説明すると、やっぱこういうミッションがあるんです。クルーの人たちは、はい、こういうミッションがあって、これをこなしつつ、いきなり緊急会議。何、怪しい、怪しいです。怪しすぎだろお前。怪しすぎるだろ。フォントが変わってます。いや知ってんだよそれ。気づけたのすごいね。でもいいっすか、自分。どうぞ。はい、イベさんがずっとタスクせずに真ん中のカフェで待機しました。だからこれ落ちたかった。いや、これ怪しいと思います俺。それを怪しむ、マイタケが怪しい。ま、怪しい、入れよマイタケ。いや、マジで、いや、カニちゃんガチでメッドペインとこに行ったけど、あのマッドペイ行くやつ、マッドペイ行くやつは、あ、よく気づいて、イベしろ。カニちゃんスキのもん。スキップしてください、スキップ。スキップね。はいはい。はい、ということでね、今の感じで、まあ、緊急会議を開いた話し合いをして、まあ、インポスターを見つけるという。これはちょっと危険ですね。カフェテリアの右上から、行きます。まあ、これ使われないからね。一方、フェニちゃんはとかなんないでしょ。なんでも言えるわ。チンポ。え、まあ、編集者さん、このね、これ巧みな、何やねん、ほんと。何、やばい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 、現場見ちゃった。ね、何、スーパー早いんだよ、お前。カフェテリア行ったら、上でゆべが、タスクないところで立ちつくんでました、ずっと。ずっと。タスクやってたからね。いや、タスクなかった、そんなところには。いや、え、これマジで前だけ、ダウンロードタスクだ、落ち葉ベーのやつ、やつ、右上あるの知ってますよね、皆さん、タスクあるの。前だけでか、怪しい、もう2回目は、これは、2回目は、見えないわ。2回目は、怪しい。カリちゃん、人狼くせえんだよ。ちゃんとやろうよ。ちゃんとやろう。ああ、全く意味がわからない話し合いをずっとこなしてましたけども、まあこれがダウンロードだね。まあこうやってミッションをこなしていくことで、やっていけてると。またもインポスターめちゃくちゃ喋って、なんかどうのこうのしてると思う。うわ、やばいやばいやばい。これね、これ皆さん、これ暗くなってるのは、こう、インポスター側が邪魔してきてるんですよね。これで電気を暗くすることによって相手を食べるみたいな。みんながカフェテリアの方いるから、まあ、左の上から来るか右の上から来るかがちょっとわからない状態ですと。はい、ピー、はい、ピーポー、ピーポー、ピーポーパー。やられました。やられました。悲しみず。これは、もう床ずりでいいと思います。はい、これは、明白な理由があってですね、電気室、ババって消えてって、はい、で、その後俺右に行ったんですよ、保管庫。右行ったね、右行ったみたい。で、その後、ゆぺと、ポケ画面が閉めたんで、このゆぺが怪しいんで、一回もリアクター行ってないですけど、マッドペイで今、白額タスクをやってたところなんですけれども。だって、ゆぺがまず右行くか左行くか迷った結果、左に行ってたから、あ、ワンチャンこれ、
行った先にポケカメしてたらゆぺなんじゃねと思って、あ、じゃあ僕釣って前だけ釣ってくれたらいいです。全然いいです。わかりました、ゆぺから釣りました。ダメだって、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 ダメだって。いや俺は嫌だけど、ダメだって。いや俺も白だもん。でも俺は明らか、でも明らかに電気室から2人が出てって、2人の行った先でポケカメだけ死んでるんだよ。1人死んで2人死ぬんだから、もう4人で次大津やられたら終わりだよ。まあ4人ならギリまだ、まあゆぺ釣りましょうよ。いや終わる、ギリじゃないでしょ。ゆぺ釣りましょうよ。ギリじゃないだろ、どう考えても。いやこれどう考えてゆぺだって。市民側の考えてみ、これは一回釣ろう。まあ、ゆっぺ釣れなかったら俺でいいから次。いや絶対次 O2 来るからあれなんだって。ゆっぺ釣った方がいい、マジで釣った方がいい。いや釣れ、ここまで押すのやばって。いや釣れって、釣るか、釣れ、ここまで明らかに怪しいもん。誘導やん、誘導やん、明らかに怪しかったもん。次普通に押して前だけ釣ってね。これは、いや、相手じゃないじゃん。じゃこれは問答無用で釣ってもらって構わないけど、俺は。いやいや、釣ろ。ただ俺釣った時点で負けが確定するけど、それだけ把握してくれるのであれば。そうなんだよ、そうなんだよ。だからこれは要は、マイタケはただ普通に仲間だったはずのユペを、そう、勘違いやっただけでしょ。でもさ、すごくね、逆にユペ。だってさ、二人で行ってさ、ポケ画面だけ死んでさ、でもユペ釣っても終わらなかったってことさ、この中に、この三人、この四人の中にガチで嘘つきがいるんだよ。じゃあ、さくらで。いや、俺、普通にさくらと右から。セキュリティルームの方から、下に下がろうと思って、電気消えたじゃん。電気消えて、一緒に行こうと思って、アッパーエンジンから普通にカフェテリアの方に行こうとしてたんだ。さっきのさ、いや、もう、決め打ちしない。バカ、決め打ちしてマイタケっぽくなさそう。カニサラ取ったから。いや、待てて、待て。いや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 。レベルが違う、怪しめの。俺とフェニちゃんは、絶対白じゃん。これ、今だって、右から回ってる。回ってきた。俺、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 スキップで行くが、じゃあ、申せなかったわ。サクラやってな、お前。もう、タスクなんてやんないから、もう。タスクなんてやんない、もう。こんなよくわからんゲーム。どうやって俺のこと倒したんやろ、さくらくん。ほんと、桜が散る頃にやん、マジでやり方が。桜の花びら散るたびに、レビションキャン、レビションキャン、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 レション。嘘でしょ、待って。ラティリーシ、ラティリー、ラララ、ラティリー。ここから出てくるかな？ラブ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 桜の桜の勝ちました。おーいー、桜だー。桜あの最後ドア閉じ込めたのうまいね、あそこね。いや、うまい。ありがとうございます。練習のうちマジでやめよ。俺がアリバイをまず言えなかったの、最初の時に。そうだね。で、その2個目の時に、なんかすごい言われたけど、いや、俺別にアリバイ言ってないし、みたいな感じだったから、うん、前田家君も怪しくない、みたいな。まあ、あの、電気消えた時に、すぐ俺電気を消し、あの、明るくしに行けなかったの。うん。はい、はい。で、あの、明るくする時で下の方に行かなきゃいけないけど、俺がずっと上の方にいるのなんかちょっとおかしいと思われるかなと思って、ポケ君を最優先でやんなきゃって思ったの。そしたら、たまたまゆぺ君が、ポケ君の近くにいたっていう。うん、ポケ仮面とゆぺ二人で行ったの。行った時にポケ仮面だけ死んでたらもうユペじゃんと思うじゃん。やろ、もう一戦やろう。もう一戦やろう。6人だから。